大師空海の教えを五感で感じる聖域、金剛峯寺から歩いて15分ほどで現れる一の橋。一の橋から弘法大師五廟まで約 2km の道のりには、おおよそ20万基を超える諸大名の墓石や記念碑、慰霊碑の数々が樹齢1000年に及ぶ杉木立の中に立ち並び、神官とした空気が漂います。今もここで生き続けているとされる弘法大師空海には、朝食として6時、昼食として10時半、日に2回の食事で総神具が捧げられています。まさに聖域と呼ぶにふさわしい雰囲気に満ちた奥の院です。奥の院には高野さんを焼き討ちにしようとした織田信長の墓から、高麗の役の戦死者を敵味方なく弔う供養塔浄土宗開祖、法然の供養塔や浄土真宗開祖、親鸞の玉山で、敵も味方も異宗派も何者をもおおらかに受け入れる真言密教の思想と弘法大師空海への信仰が今も静かに息づいている。平安時代には中の橋の下を流れる川で身を清めて罪や汚れを洗い流してから参拝していました。下を流れる川の名は金の川、金は死の隠語とされ、現世とあの世とを分ける三途の川を表しているそうです。汗かき地蔵はいつも表面に露がつき汗をかいているように見え、これは主上の身代わりとなって財宝の攻めくを受けているのだと伝えられています。昭和27年に第二次世界大戦の戦死者を供養するために建てられました。ここの紅葉も素晴らしく綺麗でした。